大本綾乃は日本の女性歌手でテクノポップユニットパフュームのメンバー。愛称はノッチ。髪型はボブ。服装は主にショートパンツ。身長164センチメートル。広島県福山市出身。アミューズ所属歌手ゆか、カシウカーちゃんと共にアクターズスクール広島の一期生。小学6年生当時は別グループ。 ハッピーベイビーに所属しており、2000年の広島フラワーフェスティバル出演時に最初期のパフュームと出会う。堀越高等学校卒業。その後は都内の大学に在学していたが、2008年に中退。2000年夏、NY 体験レッスンアミューズオーディション2000、広島地区大会にてグランプリ獲得。2001年夏、パフュームからメンバーが一人抜けた後、 アーちゃんが自身の親、歌詞ゆかの親、アクターズスクール広島の講師らと検討を重ねた末に別のスクール生をスカウトしたが断られたため遅刻は多いが歌やダンスが上手で年齢や体格なども近い同期生のノッチをスカウトすることに決めたそして当時別のユニットで活動しておりアーちゃん曰くスクール一の歌姫であったノッチに以前から面識のあったちゃんが パフューム入らないと、スクールのエレベーターの中で声をかけた。それに対しノッチは、入る入る。と、チョコスティックパンを頬張りながら快諾しかに言う。ちなみにカシユカは、新しいメンバーを検討していることも、ノッチに声をかけたことも、すべて語になって知らされたという。なお、アクターズスクール、広島時代には、発表会用に、いくつかのシャッフルユニットが組まれ、ノッチ。 のを中心とする、ラ・ーヤノータというグループもあった。また、青木幸夫、美ミノ・アスカと組んだ3人組ユニットは、ノッチがパフュームに加入した後にも、発表会のみならず、イベントにもしばしば出演していた。2002年、ジョンソン・エンド・ジョンソンの洗顔フォーム、クリーンクリアのグラフィック広告モデルを務めた。書籍雑誌ウェブ、ありがとうございます。